デウィット軍はアメリカ合衆国テキサス州の中央部南に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は2097人であり、2000年の2万1 3人から0.4%増加した。軍庁所在地はキュエロ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。デウィット軍は1846年に設立され、軍名は テキサス初期の開拓地を設立したグリーンデビットに、ちなんで名付けられた。考古学調査によって、デビット軍となった地域には狩猟最終型のパレオインディアンから人類が住んでいた。その後は、トンカワ族、アラナマ族、タミク族、カランカワ族、タワコニ族、リパンアパッチ族、コマンチ族などのインディアン部族が住み、狩猟を行っていた。この地域を最初に訪れた、 ヨーロッパ人は、1528年のアルバル、ヌニエス・カベサ・デバカ、アロンソ・デル・カスティリオ、マルドなど、アンドレス・ドランテス・デ・カランサ、およびその奴隷のエステバニコのナルバエス遠征隊だと考えられてきた。1680年代、フランス人探検家、ロベール・カブリエ・ドラ・サールが、ビクトリア軍から西に向かう途中でこの地域を通ったと考えられている。 ラバヒアがよく使われたルートだったが、イギリス系開拓者が入る前に集落があった証拠は残っていない。1825年、エンプレサリオのグリーン・デウィットがコアウイライテハス州議会から400家族が入ることのできる土地特許を受けた。1826年から1831年、テネシー州、ケンタッキー州、ミズーリ州など南部州から開拓者が到着した。 1846年、デウィット軍暫定政府が作られ、軍庁所在地は、ラバヒア道路とゴンザレスビクトリア道路の交差点にあったダニエル・ブーンフライヤーの店に置かれた。1850年11月28日、クリントンが軍庁所在地になったが、1876年には、キュエロの町に移された。デウィット軍は、軍民投票でアメリカ合衆国からの脱退を決めた。 軍内からは南軍にいくつかの物体を派遣した。レコンストラクション時代はビクトリアを本拠とする北軍に占領された。1866年4月から1868年12月、解放奴隷局の補助委員がクリントンで業務を行った。1872年にはヘンリー・ホップキンスがホップキンスビルの町を設立した。ホップキンスは ヘンリー・クレイ・プレザンツ・ハンジの奴隷から解放されたものだった。プレザンツ・ハンジはサットン・テイラーの騒乱を沈めたものとされている。軍民は1956年まで続いた学校を作り、アンティオック・バプテスト教会を設立した。悪名高いサットン・テイラーの騒乱は、レコンストラクション時代に、テイラー一家と法律家ウィリアム・イ、e、ー・サットンの間で、 軍の法律を執行する問題として始まった。この両家の争いには、テキサス州警察、テキサスレンジャー及び無法者のジョン・ウェイズリー・ハーディンまで巻き込むことになった。この騒乱は10年間も続き、35人の命が失われ、テキサスの歴史の中でも最も長く犠牲の大きかったものだと言われてきた。1866年4月1日、チザムトレールを通って、 最初の牛追いが出発した。これは、現在のキュエロ市に近いカードウェルの平原から始まった。鉄道が開通して、チザムトレイルの役目は終わった。デウィット軍の最初の鉄道は、ガルフウェスタンテキサスパシフィック鉄道であり、サンアントニオ市に通じていた。サンアントニオアランサス、パス鉄道が、軍内を通った二つ目の鉄道だった。1907年。 ガルベストン・ハリスバーグサン・アントニオ鉄道がデビィット軍を通った。1925年、この3つの鉄道はサザンパシフィック鉄道の支配下に入り、テキサスニューオーリンズ鉄道として運行された。旅客列車は1950年11月まで運行されていた。アメリカ合衆国陸軍飛行隊がキュエロ飛行場を開設し、1941年には、 パイロット養成学校として、キュエロ市民空港で290人の士官を育てた。この学校は1944年に閉校になった。1908年に始められたキュエロの大掛かりな七面鳥養成産業は、世界の七面鳥の首都と自称するまでになった。牧場主が牛追いを行ったように、キュエロの養鶏家はメインストリートで七面鳥を追い、地元の加工工場まで行かせた。 毎年2万話の七面鳥が街を通る姿を見るために観客が詰めかけた。毎年開催されているキュエロターキートロットは1912年に始まったものであり、当時のターキートロットダンス音楽で終わっている。1970年代までにこの行事は3日間となり、パレード、大道芸、屋台、およびストリートダンスなどが行われている。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は910平方マイルであり、このうち陸地909平方マイル、水域は1平方マイルで、水域率は0.14%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。